皆さんこんにちは。 BC スウェルワイルドリト部門 ADC 担当のビビロイラことフミヤッチョです。同じくサポート担当のレックスです。初心者ランクを上げたい人必見、簡単強力おすすめチャンピオン5選を紹介します。今回はサポート編です。特に初心者の人でチャンピオン選びに迷っている人はぜひ参考にしてみてください。はい、お願いします。今回紹介するチャンピオンのプレイ解説動画は私ビビロイヤルのチャンネルにて動画が上がる予定なので、ぜひチェックしてみてください。解説がまだ上がっていなくてもライブ配信でプレイするかもと、ライブ配信もぜひぜひチェックしてください。また動画でわからない部分があったらコメントやビビロイヤルレックスのツイッターまで質問待ってます。待ってます。皆さんも何が選ばれるか一緒に予想しながら見ていきましょう。はい、では一つ目を発表させていただきます。はい、一つ目はアリスターです。なぜアリスターを選んだかっていうとですね、はい、まあアリスターは、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、非常に硬い、うん、そしてですね一人で硬いっていう特性もあるので動き回れる、まあ、ロームしやすいっていう特徴がありますね、はい、でそしてなんといっても、まあ、使いやすい非常にシンプルな、スキルを持っているチャンピオンになっています。はい、ありがとうございます。はい、それでは相性のいい ADC を発表させていただきます。お願いしますと言ったんですけれども、はい、基本すべての ADC と相性がいいかなと。そうですね、はい、うん、思いまして、やっぱりねこう一人でノックアップもできるキャラクターなので、それにスキルを合わせることができる ADC は全部相性がいいです。はい、ありがとうございます。それではですね、アリスターのワンポイントアドバイスなんですけども、はい、アリスターはですね、まあ、非常に硬いっていう特徴があるんですけれども、うん、もう本当に最序盤はですね、まあ、連戦はそんなに強くないチャンピオンになっているので、2レベになるまでは、まあ1スキルと2スキルの、ノックアップとかのコモンもできないので、できるだけおとなしく立ち回る方が良くてですね、で逆に後半集団戦だったり少数戦に関してはレベルも上がるにつれてウルトのパーセントのダメージカットのとかもあるので、積極的に立ち回っていけば非常に強いチャンピオンだと思いますので、ぜひプレイしてみてください。はい、次はナミです。はい、というところですね。ナミの特徴なんですけれども、まあ、ナミはですね、スキルで回復もバフもできる、うん、そして使いやすいっていうところが、まあ、特徴なんですけれども、はい、ただナミっていうチャンピオンはエンチャンターという柔らかいチャンピオンになっているので、少しだけ、先ほど説明したアリスターとはね違うところがあるので、そこだけちょっと気をつけていただければなと思います。それでは相性のいい ADC を発表します。ルシアンと MF になります。まあ、ルシアンはですね、やはりこうショートトレードが非常に強いキャラクターなんですけれども、波の、ね、はい、2スキル3スキルでもうバフをしていただけると、もうとんでもないダメージが出ますので、うん、相性のいいキャラクターになってます。あと MF はミスフォーチュンですね、はい、もう波のウルトだったりね、1スキルでこう長時間相手をこう行動をね阻害することができますので、はい、それに合わせてこうウルトを打つ、ミスフォーチュンのウルトを打てるというのが非常に強力になっております。はい、そしてですね、ナミのワンポイントアドバイスなんですけれども、はい、まあ、先ほど言ったルシアンだったり、まあ、ミスフォーチュンに、まあ、スキルを合わせて使ってあげるっていうのと、うんうんうん、まあ、あと連戦からですね、ナミというチャンピオンは自分自身でポークもできるので、連戦からかなり強気に敵のチャンピオンを攻撃できればいいかなと思います。ただ先ほど一番最初の特徴で言ったんですけども、まあ、非常に柔らかいチャンピオンになっているので、相手の対面がですね CC を持っているチャンピオンの時はその CC に捕まらないようにうまく立ち回るといいと思います。はい、次のチャンピオンはルルです。というところですね、ルルのチャンピオンの特徴なんですけれども、まあ、先ほどのナミですね、ナミと同じように、まあ、味方につけれるバフを持っていたり、あと強力な延命スキルを持っているチャンピオンになります。はい、そしてですね、まあナミと同じでとても柔らかいチャンピオンになっているので、ちょっと立ち回りが気をつけないといけないチャンピオンになっています。はい、それでは相性のいい ADC を発表させていただきます。はい、お願いします。ジンクス、ベイン、トリスタナとなっております。はい、ありがとうございます。はい、まあ、その理由はですね、まあ、この3体、うん、やっぱこう集団戦でも結構キャリー力が高いチャンピオンかなと思っておりまして、はい、うんうん、こうルルのねこうバフ
を生かしてこうダメージを出したりとか瀕死の時に助けてもらうっていうことができますので、このスキルをね生かしてこうどん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 キャリーするのが大事となっております。はい、でルルのワンポイントアドバイスなんですけれども、はい、ルルはですね、まあ、少数戦や集団戦で、味方の ADC だったりキャリーするキャラの後ろについていってあげて、自分のスキルをそのチャンピオンに付与してあげて、キャリーしやすいように立ち回ってあげるといいと思います。ただ先ほど言ったナミと同様で体が柔らかいチャンピオンになっているので、あまりルル自身でですね一人で立ち回ったり前に出すぎるとちょっとすぐ落とされてしまうので、そこだけ気をつけましょう。はい、次のチャンピオンはレオナです。はい、でレオナのチャンピオンの特徴としましては、アリスターと同様硬い、そして硬、まあ、い特性もある上で、まあ、一人で動き回りやすい、そして使いやすいという特徴を持っています。はい、それでは相性のいい ADC を発表させていただきます。お願いします。ジン、ミスフォーチュン、ドレイブとなってます。レオナの CC に合わせてスキルを合わせると、はい、いうのができて、レオナ自体もやはり少しダメージが出るチャンピオンとなってますので、バーストが出るというのを、うんうん、決めさせていただいた理由ですと。はい、ありがとうございます。ということで、レオナのワンポイントアドバイスなんですけれども、はい、レオナがですね、自身で非常に豊富な CC を持っているので、まあ結構集団戦だったり、まあ、少数戦で自分から敵に突っ込むスキルもあるので、まあ、結構前のめりになってしまうんですけども、ただ逆にレオナだけ浮きすぎないように注意が必要です。はい、そしてですね先ほど言った相性の ADC とかのですねスキルだったりウルトに合わせて CC を打ってあげる、もしくは味方のその非常に強力なスキルがちゃんと上がっているかどうかを確認してからですね強力な CC を相手に使ってあげるといいと思います。はい、そして次のチャンピオンはノーチラスです。ノーチラス、はい、ノーチラスのチャンピオンの特徴としましてですね、まあレオナだったりアリスターと同じなんですけれども、非常に硬い、まあまたその硬い特性があるので、まあ一人で動き回りやすい、そしてまあなんといっても使いやすいという特徴を持っています。ノーチラスと相性のいい ADC を発表させていただきます。まあちょっとねアリスターと一緒でですね、ノーチラスも割と何でもできる子になっておりますので、はい、もう何でも相性がいいかなと思っております。そうですね、はい、はい、なんですけれどもこう、はい、リリース予定となっております、まあ、この動画が上がってる頃には出てるかもしれませんが、はい、サミーラというキャラクターがいるんですけど、はい、そのキャラクターとは非常に相性のいい良くなっておりますので、ぜひぜひサミーラを使う場合はノーチラスを合わせてみてください。はい、はい、というところで、ノーチラスのワンポイントアドバイスなんですけれども、ノーチラスというキャラはですね、フックスキル、うん、1スキルに長射程のフックのスキルを持っていまして、そのフックを敵に当てると CC を付与することができるので、その1スキルを、まあ、連戦だったり、まあ、少数戦集団戦、まあ、どの状況でもですね非常に使いやすいスキルとなっているので、そのスキルを、まあ、うまく相手のチャンピオンに当てて、そこからうまくダメージトレードだったり、敵をキャッチしたりですね有利に運んでいくという動きができればいいんじゃないかなと思っております。はい、これらのチャンピオンを練習してランクを上げちゃいましょう。上げちゃいましょう。ソロ専用ランクのね実装の告知もされておりますので、ぜひぜひ使ってみてください。今回の動画がためになった方はチャンネル登録と高評価やツイッターのフォローお願いします。お願いします。また今回一緒に解説してくれたレックスも YouTube や Twitch でライブ配信を行ってます。概要欄からチャンネルをチェックしてみてね。それでは次の動画ライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。